はい、室田です。今回はですね、おしゃれなブルースを弾いてみようという内容なんですが、皆さんにね、ジャズブルースというものをね、弾いていただこうかなと思ってましてですね、チャーリー・パーカーっていうね、サックス奏者の方がいらっしゃるんですけど、その方が作曲されたビリーズ・バーンスのテーマをね、今回弾いていただこうかなと思っております。通常のブルースのね、3コードにちょっと飽きてきたなとか思われた方はね、これを機にジャズブルースを弾いてみてはいかがでしょうか。まあ、ジャズブルースはね、ブルースをね、よりジャズっぽくしてコードがね、より複雑になってるのでかなり練習になると思います。でね、僕前から気になってたんですけど、まあジャズとかブルースでそうなんですけど、まずアドリブからね、練習してしまうっていうのはあんまり良くないかなと思ってて、まずね、テーマをね、しっかり弾いてほしいんですね。で、そのテーマからね、アドリブになるヒントっていうのがたくさん隠れているので、まずテーマから皆さん練習していきましょう。ではね、今からね、ビリーズバウンスのテーマをタブ譜で、解説していきますので、よかったら最後までご覧ください。はい、ではね、ビリーズバウンスのテーマの解説の方をやっていくんですが、まあ、運指に関してはね、まあ参考程度で大丈夫なので、弾きやすいように弾いてみてください。まず4拍目裏からですね、中指で4弦10。で、4弦9。で、また4弦10、中指。中、人、中って感じですね。で、次に3弦の10、人差し指。で、3弦の13、小指。こうですね。で、2弦の10人差し指、3弦の10も人差し指。ここジョイントしっかりして、音をしっかり切りましょう。で、4弦の10に薬指。で、また3弦の10人差し指。で、また4弦の10に薬指。で、3弦の10人差し指。まあ、ここは人差し指、薬指っていう風に交互になりますね。で、またそのまま3弦10と4弦10に。こんな感じで人差し指と薬指を交互に弾いていきます。次にですね、2弦9フレット人差し指。で、3弦の10フレット中指。で、次に半拍3連が出てきます。これは人差し指、薬指でハンマリングプリング。10フレット、12フレット、10フレットですね。で、そのまま薬指を4弦、12フレット。たーたたらららっていう感じですね。まあ、ここ、フレーズが細かいので、ちょっと難しいですが、頑張りましょう。で、また3弦の10フレット、で、12フレット、薬指。で、また10フレット、人差し指。こんな感じです。そして次にですね、2拍目裏から人差し指で10フレット、2弦10フレット、で、11フレット中指。で、3弦の10フレット、また人差し指。こんな感じですね。トゥン、トゥン、タタタ。で、薬指で3弦の13フレット。で、2弦の11フレット。1弦の11フレット。で、ここもしっかりジョイント。音を切りましょう。で、2弦の13薬指で、そのまままたジョイントさせて1弦の13で1弦の11人差し指っていう感じですね。タンタン、こんな感じですね。ツッツッ、はい、こういう感じです。で、次ですね、裏拍から薬指中指で1弦13、2弦13中指。で、4拍目裏から1弦の12、薬指。で、3弦の12フレット、中指。で、人差し指で3弦10フレット、中指で3弦11フレット。で、この辺かなり運指がややこしいですね。で、1弦の11フレット薬指。で、1弦の8、人差し指、
1弦の9中指、1弦の10引く3っていう風になってますね。今のをつなげるとこんな感じですね。こんな感じで、次にですね、また半拍三連が出てきます。まずね、これ薬指で1弦15で、中指、薬指、中指で14、15、14をハンマリングプレイングで、そのまま薬指2弦15で、中指で3弦15で、人差し指で3弦12。ここの運指結構難しいです。で、そのまま、薬指で1弦13で、そのまま薬指で13で、中指で12で、人差し指で10で、2弦の13薬指で、また最初のタタタタタタですね、人差し指と薬指を使って3弦の10フレットと4弦の10フレットを弾いていくわけですね。はい、こんな感じになります。今ね、一通り弾いたんですが、かなりゆっくり一回通して弾いてみますね。はい、こんな感じになります。いかがだったでしょうか。ですね、今回は、チャーリー・パーカーさんが作った曲のビリーズ・バウンスという、ね、ジャズブルースをねご紹介させていただいたのですが、まあ、これはねもうセッションの定番曲なので、必ず覚えておきたいテーマなので、ぜひ皆さん練習してみましょう。まあ、このビリーズ・バウンスのねテーマが、ちゃんと弾けたら、このジャズブルースのコード進行のね練習もぜひ、やってみてください。はい、もしね今回の動画が良かったなと思われた方はグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。